皆様こんにちは。パソコムプラザの増田です。この本を手に取ってくださってありがとうございました。この本は初めてのスマートフォンとして iPhone を選んだ方に最適な入門書になっています。シニア世代向けの入門書として、活字も大きく、ページ番号も大きく振ってあります。また操作手順にも分かりやすく番号をつけてあります。私はこうした入門書を書いているだけではなくて、日頃は実際にレッスンをやっている現役講師です。私の生徒さんで最高齢の方は90代、何人もいらっしゃいます。90代、80代、70代、60代と生徒さんの世代は様々ですが、そうした方たちを見ていて思うのは、新しいものにチャレンジする気持ちがある人って若いなっていうことです。私もこんな風に年を重ねられたらいいなって思ってます。年齢を言い訳にして、いやー俺はもう年だから無理だよとか、いやーもう私わかんないから無理無理無理という方に出会うことも多いのですが、そうしているとですね、できる人とできない人との差はますます開いていくばかりです。今やシニア世代にも普及しつつあるスマートフォンですが、ただ持っているだけで使ってない、あるいは持っているだけで電話としてしか使ってないっていう方が非常に多いのも事実です。電話以外の機能すごくたくさんあるんです。スマートフォンでできることはたくさんあるのに、ほんのちょっとしか使ってないっていう方がすごく多くて、いつももったいないなって思っています。それが私がこうした本を書いている理由でもあります。特にシニア世代の方こそスマートフォンが使えたらすごくいいのにって思うことはたくさんあります。例えばいつも誰かに頼むのではなくて、自分で調べたい情報が調べられたり、行きたいところが調べられたり、そういうことってすごく自立につながると思ってます。もちろん誰かに聞いてもいいけれども、自分でできることが自分でできたら自信にもつながると思います。またスマートフォンはとっても優れたコミュニケーションの道具でもあります。日頃から使い慣れておいて、メールでもメッセージでも、そういったものをやり取りしたり、写真を送れたり、そういうことができるようになっておくのってすごく大事です。例えば様々な理由、健康上の理由もあるかもしれません。なかなか外出ができない、外出を控えなくてはいけない、そんな時でもやはり家にいて誰とも交流しないっていうのはあまり良くないことですよね。そんな時にスマートフォンがあれば誰かと交流をすることができます。一人ぼっちにならなくて済みます。スマートフォンが使えるようになっていけば、そうした時に大きな助けになると思っています。だからこそシニア世代の方にはスマートフォン楽しく使ってもらいたいなっていう気持ちが私すごく大きいんです。また日本は自然災害も多いです。安否確認にもスマートフォンは非常に役に立ちます。このスマートフォンは基本プログラムというもので動いています。 iPhone の場合それを iOS と言います。この iOS、 年に一度大きくバージョンアップがされます。例えばこの本は iOS15 で書いていますが、ああじゃあ自分のは去年買った iPhone だからダメなのかなというと、そういうわけではないんですね。今日買った iPhone、 昨日買った iPhone、 先月買った iPhone、 また去年、2年前、6年前に買った iPhone でも、中の基本プログラムを最新の状態にすれば、この本の中の内容ができるようになります。中のプログラムを最新の状態にして、かなり長い年数使える。 iPhone はなかなか息の長い商品だなって思ってます。この1章から8章までの内容がもう本も見ないでできるようになりましたとなると、かなりなものだと思いますので、ぜひ、全部のページに目を通して挑戦してみてください。生活に役立つ便利な道具、 iPhone の新しい世界をぜひお楽しみください。ではまた。